です。今日はですね、KED の2番、楓の2番持ってきました。よと、ダダン。こんな感じのボディにものすごい曲が立ち上がり部分に入ってる楓さん。針金が1本、2本分かれてるのかな？食い込みは見られないので、針金はそのままで良さそう。ただ上が伸びてますね。一回前上がりして、前上がり後に徒長してきた枝詰めて、で、その後また伸びてきたっていう状態の KD の2番。こんな感じになっておりますと。はい。今日は徒長枝の切り戻しですね。切り戻し、目摘みっていうのかな、目摘みよりは切り戻しの方が近いかもしれないですけど、元気に伸びてるこの部分をひたすら剪定していく、それだけの回でございます。ちょいと元気が良すぎるね。このままだと上の方枝太っちゃうんで、細いまんま維持したいから、しっかりねピューッと伸ばしては切る、ピューッと伸ばしては切るを繰り返して、繊細な枝を維持していきましょう。枝作りですね。で、結構樹高あるっぽいんですよね、今。軽く剪定してみたんですけど、ちょっと樹高測ってみましょうか。メジャー、じゃんと。10センチのラインはどこだ？ダン。いや、結構はみ出てんな。これは、やばいぞ。結構詰めないといけないかもしれない。10センチのライン、ここなんで、今13センチぐらいありますね。感じ姿だと10センチ切ってるのは分かってたんですけど、結構詰めないといけないな。なるほどな。こっちから見た時の10センチのラインが、ここ。こっちからだと、このあたり。結構詰めないといけないですね。いけるか？まあ、このタイミングで10センチにする必要はないんですけど、本当はね。感じ姿まで待って、おー、でっかい車通ってった。工事用の車が。このタイミングで無理やり10センチに抑える必要っていうのはないんですけど、一応ね、葉っぱが生えた状態でも10センチはクリアしたいんで、少しね、上の方追い込んでいきましょうか。強めに追い込んで、感じ姿を見ずに追い込むのは少し危険なんですけど、なんとなくね、なんとなく枝の流れはわかるんで、感じ姿見てるからわかるんで、なんとなく大きい失敗をしないレベルで追い込んでいきましょうか。ザーッとね、頭の方追い込んで、あと下の方に出てる徒長枝も全部追い込んでいきます。よしよしよし、こんなもんかな。ざっくりと、よいしょ。こんなもんで10センチクリアできてるかな。どうでしょうね。どこまで詰めなきゃいけないんだろうか。よっと、追い込みます。頭追い込みます。やった。はい、この辺も出てるな。やった。結構追い込んでみたけど、
頭潰れちゃった頭平らになっちゃったよ。これでどうでしょう、この辺りじゃないかな、10センチ。ギリっすね、ギリギリ。よし、これに合わせてちょっと他の枝も追い込んでいきましょうか。じゃあちょっとね、この辺10センチなんで、これに合わせて他の枝ガーッと追い込んでいきます。はい、作業完了しました。こんな感じでね、結構な量落としてます。いいよっとっと。で、作業後の姿がこちら。ダダンと、よしよしよし、だいぶ樹高下がったんじゃないですかね。結構頭潰しましたけど、これで10センチクリアできてるはず。わー、ギリか。これでもギリギリだな、これでもギリギリなんだ。ちょっと予想外だな。まだまだ頭詰めないといけないですね。とりあえず現状でクリアしてもらおうかな。これで大丈夫かな、まあ、こんなもんでしょう。とりあえず10センチはクリアですね。これでクリアなんだけど、葉っぱ生えてきたらすぐ超えちゃいますね。なるほど、結構きついですね。おー、今回ね、かなり切り詰めた頭追い込んだんですけど、これで10センチギリか。いや、なかなか厳しい世界ですね。追い込んだつもりだったんですけど、まだまだだったようです。なるほどね。この辺もうすぐ枝なんで、枝ここまで来てるんで、葉っぱ生えたらすぐ10センチ超えちゃうっていう状態。だからもう枝をもう1センチ、1.5 センチとか下まで追い込まないと、葉っぱが生えた時に10センチっていう、10センチクリアっていうのは難しいかなという思う印象です。でもここまで、このボディで難しいなぁ。いや、なかなかハードル高いですけど、なんとかね、葉っぱ生えた状態で10センチ。センチクリアっていうのを目指してやっていきたいなと思います。はい、とりあえず本日の作業はこれで終了。 KED の2番ですね、カエデの2番、こんな感じになっております。はい、じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。